つらら。はい、毎度こしやすつららん、わざっかやつららの職人しょちんでございます。いやー、今日はねスケッチに行こうと思ってたんですけど、あいにくの雨で、その動画撮れず、時間なかったのでね、時間なかったじゃない、やることがなかったのでね、以前やった水墨画で鳥を描く、これハチドリかな、何やろ、なんか鳥ハチドリじゃないな、この鳥をね水墨画で描く生放送の再解説をしていこうと思います。飛ぶ鳥っていうのはやっぱ難しいですね。何が難しいっていうと、中国顔料を使っていきます。で、紙はこれ絨毯線というちょっとにじみの強い紙を使ってます。中国の紙ですね、これも細い筆で、まずくちばしのところを描いていきます。墨と顔料をうまく使って描いていく、墨彩画っていうジャンルですかね。ちっちゃい筆を使うのはにじませないっていうこともありますね。この顔あたりはあんまにじんでほしくないんで、ちっちゃい筆で、早いな、頭のところはちょっと大きな筆でにじませながらっていう、ちっちゃい筆であればあるほどにじみは少ないので、そこら辺もちょっと加減して変えていきたいですね。飛ぶ鳥がなぜ難しいかというと、やっぱりね、飛んでるので軽やかさが出ないとダメなんですね。だから常に筆の水気はちょっと切り気味で、少し早めに動かして、このように早めに動かして、羽も羽ばたいてるわけですから、その感じを出したいですよね。顔料紫と青と墨を混ぜて、羽の内側の淡い色を作りました。これでですね、ちっちゃいですね、あの筆がね、使ってる筆で、一回ね、描く前にこうやって試し紙で、同じような紙質の紙で試してね、墨の出方とかをこうどれぐらい早く動かしたらかすれが出るかとかいうのもちょっと予行練習しておいてから書くと失敗が少ないかなと思います。ここはね、滞りがなく、うまく、あの、早くこう筆を入れて抜いてっていう何を言ってんねや説明下手か。こうやってね、早く動かしてかすれを出すことによって、こう羽ばたいてる素早さまで、出るんですよね。これがね、ちょっとね、気持ちに逡巡があると、あの、ゆっくりゆっくり動かしてしまって、滲んでしまってね、飛んでるように見えないんですよ。そこら辺が難しいんですけど、初心者でもこう、うまくかすれを出す方法、コツとしては、筆の水分をカラカラにしておくことですね。そうしたら、割とゆっくり動かしてもかすれてくれるので、布巾をね、傍らに置いて、筆の水分量を常に、見ながら、注目しながら、こう、書いていくっていうのが大事かなと思います。注目じゃないな。その気にしながら。焦りがあかんねん。語彙はね、結構持ってる方やと思ってるんですけどね。こうね、焦ってるとね、全然言葉出てけんのよね。はい、次、お腹の色を作りました。これはね、三木法みたいな感じで、墨を先に含ませて、これ何説明してることだと、多分ね、筆をこう練る回数によって、こうグラデーションの付き方変わるよっていうこと言ってたんだやと思います。これ左にちょんとやった最初のこのこれは、墨つけたまんまやったので、えらい黒くなってますよね、いきなり。これをこう筆を絵皿に押し付けることによって、グラデーションを穏やかにして腹の部分を描いていきます。はい、こんな感じです。ここはね、ちょっとにじませていいと思います。お腹の柔らかい毛を表しましたちょっと大きめの筆使ってますね、羊毛の。だ、筆をこう変える、選ぶっていうのも大事なポイントかな、水墨画では。ここら辺は柔らかく描いていきました。いい色になりましたね。はい、ちょっと筆また変えて、この尾っぽのところ、これもね、早く動かしましょう。下から上に跳ね上げるように入れました。このかすれが羽の強さとかしなやかさを出してくれますよね。で、必ず一回で描かんなんてわけじゃなくて、ちょっとね、かすれすぎたなっていうところはこうやってちょっとこう補足してあげても大丈夫です。塗るようにならなければ大丈夫だと思います。はい、描き重ねるっていう感じ、塗り重ねるじゃなくて描き重ねるっていう感じやったら、水墨画でも、やり直しというか描き直し補足ができますので、そこら辺は緊張しなくても大丈夫だと思います。はい、ちょっとね、濃いめにね、色を進めてるんですけど、これでもね、だいぶ薄くなるんですね、乾いたら。中国顔料でもやっぱ薄くなるので、ちょっと濃いめに描いておくことがいいかなと思います。これはね、カズラなんかな、これ。ヘクソカズラって言いますよね。それに似てるわ。僕、前住んでた家のね、フェンスのとこにこのヘクソカズラがすんごい絡まるのね、毎年。臭いのよ、ほんで。ヘクソっていう感じじゃないんやけどね。なんていうか独特の匂いしてたの覚えてますけどね。これをね、南天の実みたいにこう、くるっと、なんていうかな、ちょーんと落としただけやと、丸みというか、テカリ具合が、
表現できないので、これ何してるかというと、半円と見立ててですね、下の円をまずこう書いておくんですね。で、その上から薄い色でにじませるようにこう、ちょんとしてあげるとね、丸い、立体感が出るんですよね。ここら辺もね、ちょんと落とすだけじゃない、ちょっとしたテクニックが入ってるんですよ。覚えますかね？この下のところ、あ、今やってないな。色をちょっとずつ変えてます。隅混ぜたり、色を出したその赤の部分を多めに取ったり、青の部分を多めに取ったりして、ちょっとずつ変えていくと面白い画面になりますね。なので、僕は映ってないですけど、今、大皿にね、パレット方式で、色をね、混ぜながら、ちょこっとずつ色を変えながらやってるんですよ。これ水彩画でも僕そのやり方するんですけどね。あ、今映りましたね、このお皿。このどこの部分を取るかによって色変わってくるので、その変化が面白いんですよね。はい。徐々に進めていきます。この右書くときも、やっぱり鳥の部分は、注目してほしいポイントなので、鳥の顔あたりの身はしっかり書いといて、周りの方は玉ぼけのようにぼかすというやり方をやってます。写真でもそうですね。フォーカスっていうんですかね。こう、見てほしいところにこうピント合わすっていう。なので、この上の方とかは、ちょっと軽めに、にじみを効かせながらね、あんまり濃めに、玉であってもこう描かない。これもポイントかなと思います。どこを見てほしいか。全部が全部同じような力の入れ具合で描いたらダメなんですよね。水彩画でもこれはそうやってます。何でも絵というのは、絵っていうかまあ写真でもそうですね。どこを見てほしいかっていうことを最初に考えておくのが大事かなと思います。で、これツタに実がなってるわけですけど、ツタを先に描いてしまうと、もうね、実が、こうなんていうかな、ツタに沿って実を入れていかないとダメなので、でも実が主役なので、実を先に描いていきましょう。で、実の位置が決まれば、それを繋ぐようにね、数珠つなぎのようにこうやってツタを描いていけるので、描く順番にも、ちょっと注意しながらね、やっていくと、迷いがないかなと思います。これ、ツタ先に描くのは難しいですね。ツタもね、軽やかに入れていきます。ここで滞りがあるとね、あかんので、どうしてもこれ、参考写真見ながら、背僕が書いてるんですけど、なんかこう参考になるものがあるとね、それに寄せなあかん、寄せなあかんと思って、硬い絵になってしまうので、ちょっとぐらいね、変わってもいいんですよ。はい。この絵でもね、写真よりだいぶ羽がね、ちっちゃくなってしまったんですけどね、鳥の。そういうことも気にしない。絵としての完成度が大事なので、似せることが目的じゃないんですよね。はい。上からやったり下からやったりして伸びやかな線を引くことに注意して、このパートでは描いていきました。もうほぼほぼ完成ですけどね。はい、こんな感じ。あ、チピ来ましたね。はい。チピも出しとかなあかんなと思って。この後ずっと僕の絵の上におったよ。めちゃくちゃ邪魔やがな。なあ、ちーちゃん。ちーちゃんかわいいな。眠そう。これ多分起こされたよな、多分。ちょうちんママに起こされた時の顔やな。うん、あにゃ言うた。あにゃ言うたな。はい。ま、あとちょっと、仕上げに向かって進めていきます。繋いでいきますね、こうやって。もう、隅かなこれは隅だけかな。ちょっと色入ってるかな。ほら、邪魔ですよ、邪魔でしょこれ。尻尾避けながら描いていかんなんという。猫貝の絵描きは大変ですね。いろんなことを注意せなあかんから。あ、で、これ何してるかというと、身のところの、尾っぽのところにね、チョボがあるんですよ。これを濃墨でね、チッチッチッと入れてあげてます。ほんましょうもないことですけどね、これだけでもね、身のね、向きが表せるんですよね。このチョボをどこに、書くかによって、身の向きまで、立体化まで表せるので、こういうのもね、大事なんですね。水墨画ではよく天体とか言ってね、あんまり意味がない点があるんですけど、例えば岩の表面とかに点々点って書くのを、なんか意味あるようでないようなもんなんですけど、あれがあることによって、絵が締まったりね、強調されたりするんですよ。はい、完成かな。こんな感じで鳥の柔らかさ出たかな。ほら、羽がだいぶちっちゃいですよ、これはちっちゃくするつもりなかったんですけどね。で、あまり形にこだわってしまうとね、軽やかさがなくなるので。はい、こんな感じで完成しました。色の再現度は結構いいです。はい、最後までご視聴くださりありがとうございました。これはね、構図横構図にするか縦構図にするか、この後決めたんやと思うけど、縦にしたんやったかな。横構図でもなかなかいいですね、これね。はい。いや、もう今日いいスケッチ行きたかったんですけど、ほんまこの地方ね、晴れや言うてても雨なことがもうようあるので、騙されたね、完全に。
ごめんなさいね。まあまたこうやって生放送のやつも溜まってますのでね、こうやって再解説してやっていきたいと思います。見やすいですしね、この方がね。2時間とか正直ぐだぐだ喋ってるだけの時もあるから結構ね溜まってるので、水彩画水墨画ともに、こうやってまとめ動画としてたまにやっていこうかなと思ってますので、またこの動画が上がったらご視聴くださると嬉しいです。はい、それでは最後までご視聴くださりありがとうございました。またお越しやす。なんやねん、今日はねもう胃腸のスケッチに行こうと思って意気込んでね、朝から晴れとったから用意しとったら急に雲行きが怪しくなってきてね、雨降り出してやな、結局行かれんかったんですよ。なんやねん、散ってまうぞ、おしまいに腹立つわ。